ここから兵士はですねなめになめてた源氏たちにとんでもない目に遭わされることになるのです。で、重盛はもういないんですよ。ね唯一使えるやつだった重盛が死んで、あとはのらりくらり生きてたやつしかいないことを分かってんだよ。え 兵士じゃなきゃ人じゃねえなんつって飲んで食って、それでドンちゃんは騒ぎしてた奴らしかいねえことはもうわかってる。俺の時代、方言の乱、平士の乱、ただ親父がどんだけ苦労して、俺がどんだけ苦労してここまで来たかもう忘れちまったみたいに兵士は浮かれてる。それもわかってる。だがまだ源氏の奴らなんかにやらせるわけはいけねえ。誰がいねえのか誰がっ,ってね。したらですね。 重盛の子供ね、孫のこれもりが、私ですか私で受ければいきますが、これもりか。行ってこい。総大将にこれもりを置き、その周りにですね、ベテランの、え、戦の経験もある奴を置いてですね、出陣するんですね。藤川というところに行くんですね。源氏の舞台がやってまいります。へえ、なあ、じいよ。何ですか、これもり様。 源氏の者たちというのはそんなに強いのかえー、東国武士というのは名乗れませんよ。我々西国の都で住んでいた上品な武士とは全然ルールが違いますからね。ルールが違う。しかし、うちにも強い者がいるからな。おい、お前が一番の弓の使い手だろはあ、そうです。お前は東国武士とも戦ったことがあるのかあります。東国武士というのはどういう奴らだ とてつもないやつらです。そりゃあもう京の都とは違います。荒くれの東国ですから、私の持ってる弓なんかよりもバカでかい弓を使いますし、そりゃあもう大の男が5人がかりで引っ張っても引けねえような弓を打ってくるんです。さ。鎧2枚あってもそれを貫いてくるなんていうこともございます。そうなのか。東国武士というのはそんな気合いが入ってるのか。 ええー、そうなんです。奴らは、親子供が戦場で死んでも、その屍乗り越えて切りかかってきます。そうなのか親子供が死んだら一度弔って、その翌日にもう一度戦うのが礼儀ではなかったかそう教わった。そのように教わっております。確かに、西国の武士にはいろんなルールやマナー、しきたりがありますが、彼らはそんなものを、 何とも思ってないんです野蛮なんです野蛮だから怖いんですごっくり源氏やばそうだね源氏やば大丈夫ブルブル増えてですねそれを周りで聞いてるお供の者たちもですねなんでそんなビビらすんなんでそんなビビらすビビらせたいわけじゃありません死ぬか生きるかそれが戦場だということをもう一度この兵士一族にも 知らしめておかねばならないと思ったわけでございます。あ、はあ、っとどんちゃん騒ぎしてたからなぁっ,ってですね、ブルブル震えてですね、その野営を張るんですね。したらですね、もうそこら辺まで陣営は来てるらしいな。はい、あ、そしてですね、陣営来てるっていう情報。そんな中ですね、実はその村々のですね、人、村人たちとか、 そこの人たちはですね、もう戦場にここがなるって聞いてですね、逃げて、山の中に逃げてたんですね。もうどうせあの平原で戦うんだろう、侍たちが山に逃げようっ,つって。そこで火を灯してですね、キャンプしてたんですね。野営して、野営というかキャンプして、松明焚いてですね、やってたんですね。したらですね、何も知らない兵士たちはですね、あの山にも、かがり火を焚いて源氏がいるんだって思い込んじゃったんですよ。これ森様、なんだなんだなんだ,なんだこんな世の中に。 私はもう寝ようとしてたんだぞ。ご覧ください。なんだあれは。山々にものすごい数の松明が灯ってるではないか。源氏かもしれません。囲まれとるではないか。囲まれとるではないか。どうするのだ。源氏あんな多くなってたなんて知らないではないか。お前どうするのだ。東国武士は、親子供が死んでも乗り越え、今はいい。 今はいいよお前もうどうするのか考えろお前たちとか言ってる間にですね、その水鳥たちがですね、 川、川のですね、川に止まってた水鳥がですね、バッサー一気飛び立ったんですね。バッシャー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 バッシャバッシャバッシャ一羽が飛び立つと、それに連なるようにして、2羽、3羽、4羽、5羽、バーッと水鳥が川から飛び立った瞬間のその川の音ですね、その山から、その下の川にですね、闇、闇の中で、源氏たちが川をざわざわ入ってきてる音だと思った兵士が、源氏が来たさー ああ、言うんですね。源氏が来たです、ね。おおい。源氏、あの篝火を焚いて、夜も眠らないで、こっちを見張ってる源氏が、こっち攻めてきたぞ。って言って、うわあ、刀を置いてですね。もう兵士が逃げま技をですね。うわあ。おい、お前ら逃げるな。お前ら、お前ら、うちも、あ、あ、これもこれも、おお逃げくだされ。とかって、うわあ、逃げるんですね。そして、源氏の部隊が本当にたどり着いたのが。 翌朝だったんですね。頼朝様、この辺りで兵士、あれあれ誰もおりませんぞ、向こうの平原に。<laughs> なんだ、日程的にはどちょうどここで勝ち合う予定になってたよな。なってたはずです。どういうことでしょうちょっと待って、なんかいっぱい落ちてるぞ。刀落ちてるぞって言ってですね。頼朝様、むちゃくちゃ刀落ちてますけど。<laughs> ああ。 あよくわからんが、捨ててったんだろう。拾っとけって言ってですね、<laughs> あの、敵前逃亡ならぬ。敵が車へ逃亡をしたということで、大恥を書くんですね。で、清盛がですね、<laughs> 何してんだ、お前らおい,おいこれ森はいいとして、これ森のお目付け役、お前死刑だぞ。お前、何してんだ、お前。これ森の初陣、何してんだこれ森、お前も島流しだからな。 平家にお前、泥塗ったな、清盛様、なんと,なんと申し上げてよいやらって、ね、でもう周りに止められて、いやいや、もうあ、あの、あの、お目付役のあの爺はですね、その勇敢な男なんです、あの人まで殺したら、もう兵士、誰も人材おりませんよと、ね、ああ、いい,い,よい,いよ、殺しはしねえけど、お前、もうとんでもねえよ、お前。ああ もっとちゃんとしたやつ集めいやろうとけ、この野郎とか言ってですね。それでもう、うわーなってるんですね。そんななんか、清盛はですね、あの、都の中でもまだまだ敵に恨まれてます。はい。源氏が攻めてきてるのは分かってる。そしてそれを食い止めで出てないという苛立ちもある。しかし、清盛に対抗してるのは、源氏だけじゃないんですね。宗兵たちもいるんですね。えー、幸福、奈良の幸福寺や、 東大寺の僧侶たちがですね、清盛の稲になってたまるかね。源氏も立ち上がったらしいじゃねえか。俺たちだって、ああ、仏に守られてる身だが、そのまま、お前、立ち上がらないわけじゃないぞ行くぞーって言ってですね、うわーってなるんですね。おい、僧兵どもがうるさい。まずはあいつらからだ。行けって言ってですね、その、ものすごい重要な寺である興福寺と東大寺をですね、焼き打ちにするんですね。おい、おは朝はこれやろうって。 まさか大仏まであの聖武天皇の作った大仏までおもやしになるやりすぎでございますうるせえばあろういいか清盛に歯向かったらどうなるのかその身をもって知らしやるんだバーローって,言ってです、ね、ものすごい燃やすんですね大仏が燃えてるやつブワーってあくまだ清盛様清盛様って,言ってですねうわーなってブワー燃えてくるうわー ね、そんな中迫る源氏燃える大仏もう荒ぶる清盛ところがここで清盛がバターン倒れるんですねはい知らしめてやればいいんだよら。バターン清盛様バーンあっつ清盛様の体あっつ水を持ってこいいいかその あの、山の上の方の、そのそうだ、その岩清水をもってめ、キンキンに冷えた、氷室から氷も持ってこい、おい、もうこの氷室にひ入れたその水で、あ熱すぎるからってね、そ,れそ,の,その水風呂にですねそのき、清盛を入れるんですけどね、チュワー、もう入れた端から、ですねもう焼け石をですね、その鍋に入れるがごとく泡,泡となってですね、浄化していくんですね、うわー、うわ何なんですか、これは、熱い、熱すぎる、熱い。 い、いうわいって言ってですね、清盛がです、ね、もう体が体が燃えるようにいってですねうわそれはまるで大仏が燃えているかのように大仏がもう、はあ、清盛様大仏を あの大仏像を燃やしになったからうわー焼けるように熱いぞってバターン倒れんですね。で全員が看病して「清盛様もうダメだ清盛様もうダメだってね何日も何日も苦しみに苦しんでですね。うわーあの野郎!」とか言ってですね。清盛様最後に最後に言い残したことはないですからねもうね、側近とかね、あの、うん、そのね、その自分の。 たくさん、妻が言うんですね。<laughs> 清堀様、清堀様、何か最後に残して<笑>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 いい 今はそんな最後に居残すところとかじゃねえいいか俺のことの弔いとかどうでもいいんだいいか俺の俺のな俺の夢は全部叶えてきたんだいいか親父が天上人になりそこからあいつの首も取ってあいつの首も取って源氏に一発言わしてやってよ、はい、方言の乱平治の乱あのあと政も吹っ飛ばしてゴスラが法皇だって吹っ飛ばしてそうやって夢叶えて俺は天皇の寸跡になった頂点に来たんだあらゆるも を得たあらゆる喜びを見たあらゆる快楽を得たんだいいか何も望むものはないただ一つを覗いてだた,ただ一つを覗いてないいか頼朝だ源の頼朝の首持ってこいそしてそれを俺の墓に捧げろバタン清盛さん頼朝の首頼朝の首持ってこいっていうですね 終わるんですね。壮絶な大仏が燃えるようにですね崩れ落ちて「頼朝の首を俺の破壊持ってこい」というですねとんでもない死に来た死に方をしたゴッドファーザーね。その清盛をしかし源氏の軍勢は取り囲んでいくのであったね一方その頃、頼朝のほかにももう一人野心を燃やす男がいたそれが木曽義仲。 はい。この義仲は、源義仲、もちろん源氏ではあったが、この宝元平治の乱で親が死に、その後、逃げるように基礎の山中にかくまわれていた源氏のお年子だったんですね。なので、基礎、信濃の国の山の中で育てられたので、かなりの野生児。しかし、この義仲大きくなる頃には、その力がものすごく強いということを実覚し始める。 俺が木曽の義仲だいうわけですね。木曽の義仲。なあ、頼朝がよ、声上げてリーダーやってるって知ってるはい。兄貴、頼朝に負けてていいんすかいいわけねえだろいいか頼朝確かによ、吉友の子だ。血筋的には確かにリーダー格かもしれねえが、力じゃどうかなああ、この木曽の山に育てられたこの木曽義仲。ああ。 俺も将軍って呼ばれてみてえもんだよなぁ。おい、頼朝と俺どっちが強いかどう思うそれは兄貴でしょう。吉中さんっすよ吉中さんに決まってますよはははよしオッケーああ、頼朝がいずれ将軍になるとしても、俺も将軍になるいいか俺は将軍になる。行くぜってばー行くんですね。<laughs> 将軍になりたい男、基礎吉仲、来ました。 ねえ、しかし、先行を上げなきゃいけないからな、まず兵士のあ残党、どんどんやっていくぞやって言ってですね、栗から峠というところですね、ものすごい作戦出るんですね。ね、その基礎よ、吉高が来てるということでですね、山のね、えー、大きく岩に囲まれたところにですね、逃げ込んだ兵士たちをものすごい囲んでですね、怒号を浴びせるんですね。あ,あーってね。 うわ怒号を浴びせることで、今度は逆にですね、囲まれた立地の中でサラウンドしてですね、うわーもうとんでもない囲まれてるもう飽きませんやん、逃げろって言ってね、この先が谷になってるんですね。怒号を浴びせて音の力でですね、ギャーパニックに陥らせて、兵士の部隊を谷底にどんどん落としていったっていうね。 え先、ー、光を上げるんですね。おい、兵士が落ちていくぞ、おい兵士、声を上げて威嚇しただけで兵士が谷に落ちていくぞははは義仲の作戦が成功したなっと言ってですねそれで、実は頼朝よりも先に京都に入るんですね先光を上げて、義仲が参りましたって言ってですねうわぁ、来るんですね。それ、後白河法王がですね、戸場から逃げてるんですねえー、えー、よし、ね、そして京にいたんですね おお前誰だね俺が源の義仲吉祖義仲だあんたはつって私は後白河法だああ捕らえられてたって噂のあの逃げてきたんだああ逃げてきた俺の先行を天皇家のために使わせてもらいますよ義仲です何か称号くれませんかね言うんですね例えば将軍とか欲しいんですけどねああ、うん 使えるもんだったら何でも使う。どこの田舎もんかわかんねえが、源氏なんだろ平家をぶっ殺してくれたらそれでいい。そう思ってるんですね。おしゃが方法は。わかった。東方より現れし、破竹の勢いで日譲るような男よし。うん。記念を朝日将軍と名付けよう。 ないんです。そんな職業はないんですが。朝日将軍と名付けられたんですね。うわーしおいお前らいや、聞いたかおい俺よ将軍になりましたイやーイ兄貴兄貴兄貴将軍になったんすかだってご、白川法王が俺のこと朝日将軍って呼んだんだぜ。え、それ、誠義大将軍とかとなんか違う気がするけど、イエーイみたいなね。いいかこっからは、 この今日もうもうこんな最速で頼朝が遅えからもう吉永来てもう朝日将軍になっちゃったって感じなんでとりあえずみんなよろしくこれ以上あのでかい顔してる兵士とかの残りの残党いたらもうバツにやっちゃっていいしお前らよ どうせこの都会来たんだから暴れちゃえよって言ってですね、むちゃくちゃ暴れるんですね。イエーイって吉仲軍はですね、兵士を、もう残党をですね、殺すと同時にですね、民家にも押し入って略奪するんですね。その上ですね、そのもう着てるものを剥ぎ取ったりですね、もう中身取ったりですね、山賊みたいなことするんですね。でですね、もう民衆はですね、何ですかこれ。 <laughs> 何ですかこれ兵士の、兵士の支配してた時代の方がまだマシですよ兵士から守る言ってなんで略奪してくんですかって言ってですね、兵士の時代の方がマシだったっていう悪評がですね、全部五白河法音とか行くんですね。 ほう、なんすかあの、朝日将軍とかやつ。むちゃくちゃじゃないですかもう、ほんと、チーマーみたいな、もうなんか、な、なんなんですかやばんな、もう、なんか、イエーイとか言って、都最高とか言って、わけわかんないですよ。ね、はやっぱりなぁ。嫌な予感はしたんだよ。嫌な予感はして。朝日将軍って言ったら確かに俺だよ。嫌な予感はして。知ってた知ってたよ。うるさいなわかるよ。嫌な予感はしたよ。なんか、ノリがいかちいなと思ってたんだけど。 分かった頼朝呼べっつってですね頼朝のとこに話がいくんですねで頼,頼朝様っつってねあの木曽義仲が暴れてるそうですくあやっぱりダメだったかああいうやつにのさばらせてはいけない法皇の命令だ誰か取り締まれるか戦上手な者は誰かいるかつってですね戦上手ですかつってじゃあうちにはあいつしかいないでしょう てですね、ついに義経が登場するんですね「兄貴呼んだ?」って言ってですね「義経」言ってくれるかはい義経参上ですそして義経がですね木曽義仲のとこに追い込みに来るんですねこのイケイケで「朝日将軍」ってやってたんですね木曽義仲がですね「義経来たー!」って「えっ!?」 源義経,だよ源義経あの頼朝の軍下で最強の義経が来たんだよああもう逃げろ逃げろ逃げろってもうそのもならず者集団の義経がですね逃げるんですねもうダメだ義経強すぎる早すぎる早すぎる追っ手が早すぎるもうダメです義長様えっんだなんだあのあの松林の中入ってください松林の中入るって何なんだよ だから、兄貴、早く入ってください、松林。なんで松林入んだよ今逃げてんのにを。いいですか俺たちの、俺たちのリーダーなんすから。吉永さん、あなた、俺たちリーダーなんすから。向こうの、ね、大将だったらいいけど、向こうの、下っ端に、うちの大将取られたって言ったら恥でしょだから、だからなんだよあの松林で自害してくださいはあ、そういうことかよ。分かったよ、うるせえな。 俺が俺なんとか食い止めときますからばっつってですね吉高さん行ってくださいっつってばーやってるんですねで食い止めてうわーっやってるんですけどね吉高がですねくっそくっそ何だよ何だよくっそ頼朝くっそとか言いながらですね松林行かなきゃってねせめて名誉はっつってガーッて行って行くんですけどねそこに泥田があるんですね泥の田んぼがねなんだおい おい、馬が動かねえじゃねえか。なんだよい。どんどん沈んでくるんです。なんだよおい。って言ってる間にですね、矢がいられるんですね。バンバンバン。吉永だぞバンバンバンドンドドンドンくっなんだよなんで泥立てバン朝日将軍がよ死ななきゃいけねえんだよ沈んでくるんですね。貴様吉永討ち取ったぞ下っ端の声が響き渡る。吉永さーん これが木曽義仲の最後。ねえ、悲しい最後です。で、義経はそこから破竹の勢いに行くんですね。まあ、俺の手にかかりゃこんなもんかな。なんていうわけですね。で、この義経と頼朝ね。あんまり義経に実は活躍させたくないっていう頼朝がいるんですが、なんだかんだで義経じゃないと倒せないっていう局面が多いんですね。木曽義仲を討ち取った次はどこだ一の谷でございます。ね。 一の谷かぱん見るんですね。もう切り立った崖の下なんですよ。ああ<ー>、普通に回り込んだら、かなり時間がかかります。あちらの下の方で陣を敷いてますから、義経様、っね。へえ、切り立ってるけど、でもどうなんだろう。おい、弁慶って言ったらですね、弁慶が来るんです。はぁ、ね。<laughs> 地元の漁師を連れてまいりました。うん。で、何て言ってんの どうやら、ここを降りていった馬は、今までいないそうです。ほう、馬はいないんだ。え、その漁師どこ?。こちらです。あ,あ、ははは、わ、私上です。何か。うん、え、本当に馬無理。いや、見たことがありません。この切り立った崖を馬で下がる、降りるというのは、見たことがありません。 ええ、ごめんね。えっと、どの動物でも無理ってこといや、たまに鹿なんかは飛び降りてますけども。これを見てね、聞いて、吉野が言うんですね。<laughs> いける。いけるよ。弁慶いけるよ。みんないけるいける。いいか鹿がいけて馬がいけないなんてことはないよ。 えみんな青うめなのね行くんすか義経さんいや義経さん行くんすかって <laughs> ー。シ鹿がピョン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 って言ってるわけそしたら俺が義経だよで馬乗るじゃんそしたらピョン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 って行けちゃうそういうふうには思わない思います弁慶弁慶おい黙って弁慶行けんのかよため試しに義経さん馬何匹かちょっと落としてみたらどうすか そうだね。よし、じゃあ十匹ぐらいちょうだい。はい、い。いいですか？うん。やっちゃってよ。バババババ、キキンペンバボンパス。ああ、ガーベンカシカ。<laughs> いっぱい死んでますけど。え、でも待って。二匹ぐらいいったよ。二匹ぐらいいったよ。すごいじゃん。十匹落として二匹いくって。さあみんな。いける？いけないよ。いけないよ。ゴー行くしかない。 行くしかない、これが義経舞台だ、義経舞隊は常に死地にさらされる、なぜなら義経さんが常に命知らずだからだ、キギャーガーンなりながらですね、その降りていくんですね、パーすごい、すごいコントロールだ、ものすごいあの超上級コースのゲレンデを滑空して、もう滑走するように、すごい。 降りていく、ね、死んでいくやつもいる、死んでいくやつもいる、しかし降りてった残りだけでやっちゃうよ、いける、よし、スパースパー、後ろから来ましたーで兵士がですね、ぎゃーなるんですね、これが義経のやり,たやり方かー、わーもう、ばったばった切られていくんですね、なんで崖から降りてくるんですかー、ズバーン、ね、行けちゃうよーってですね、すごいですね。戦楽しいよね。 っていう、これが義経ですね。はい。その上で、今度は水上戦に行くんですよね。一の谷も抑え。その上で義仲もね、取ってますから、義経ツイケイケでございます。しかし、頼朝はなかなか出したくないんですね。本当とヨをね。義経に先行を上げさせすぎるなよ。いいか。あくまでリーダーはこの頼朝だからな。わかってるよな。ここら辺から怪しいんですよね。頼朝がリーダーだ。わかってるな。わかってます。しかし、今、 平家の残党、えぇ、ー、胸森。ね、胸盛ね胸盛ねあの三男のね、どうも胸盛です。胸盛を総大将に、まだ四国の八島の方に逃げてるんです。ああでも、他の部隊でおお追ってるんだろ追ってますが。正直言う、我々源氏はあの、陸上戦は強いんですが、水上戦に弱いもんで、かなり手間取っております。ちょっと、八島は、吉さ様を出していただかないと。吉経だよりか。そう、分かった。吉経を呼べ。 吉野様、さはい、お待たせ。俺ね、行くよ兄さん。行ってきまーす。いっぱい殺してくれんでしょお任せあれ。って言って行くんですね。ばーいってね。で、船でですね、出ようとするんですね。港に着きました。はい。船出して。 漁師たちが言うんです、ね、いやちょっと今日しけってますから風がものすごい強いんであの、義経様あの、今は出航なさらない方がよろしいんじゃないですかで、義経部隊が「嫌な感じですね。はあ出航しないでくれよ」ってね義経が「えー、で待ってよ船あるわけでしょえー、で乗ればいいんでしょうんいけるいけるいけるって出たで,でも。 転覆しますよ。うーん、まあ、何ぜか転覆するよね。うん、行こう。let's go って言って、ですね、乗るんですね。バー。は <laughs> い、行こう。これが義経隊だ。義経隊はもうほとんどが、もう。もうあれだ。ね。言ってですね。乗るんですね。で、義経がバー、焦げ焦げ。バー、ぐん、グランクになるやつですね。大丈夫、大丈夫。バランス感覚。 これ体幹鍛えてこれ大丈夫なんだよね俺はって言って、ああ、行くんですね。でもね、他のね、あの奴らはバーンは、まあ、転覆したりですね。俺はもう、俺さすがに無理っすーとかで吉根さんは無理っすーっていう奴らもいてですね。もう、上陸したのが、四国に結局上陸したのはですね。たった数十機。こんだけ面白いね。行くんですね。<laughs> 行けるって言って、バー行くんですね。数十機でですね、この勝浦に上陸して、ね、行く行くって,言ってね。え、え、あ、 おっちゃん、ここどこ、えー、上陸したけど、ここは屋島じゃないのここは勝浦でございます。勝浦だってよみんな聞いてよ勝浦、勝つんだよ勝利の裏に、義経様、スーパースター義経がやってきたってわけ行くよって言ってですね、ぶわーそのまま進んでいくんですね。そして屋島で水上戦。ねえ、やるわけですよね。もう戦の天才なんですね、このね、ヨシがはね。 言ったら勝つ、これが義経です。ね。その中でですねはい差し込まれてるエピソードにですね。その屋島での戦いね。えー、いい感じのところでですね向こうがですねあの兵士がですね挑発をしてくるんですね。義経部隊ね。源氏の部隊どれくらい強いんだって言ってですねこう向こうにですねこう扇を立てるんですね、はい。有名なシーンですね。はい、あれは何だね。 なんか的を射てみようということでしょうか。ああ、力を押し量りたいの？あそう。俺行こっこの吉田様お待ちください。ああ、撃てる距離まで近づいたら向こうから撃ってくる三段かもしれません。うちの方で若くてああ弓の上手い者にいさせましょう。誰かいるの？ナスの宵一がおります。でナスの宵一が出てくるんですね。で若いナスの宵一がですね、僕行きますって,言ってですね。はい。 やらせてもらいますかぶらヤっていうですね、その、だから、あの、さ、人を刺す用の矢じゃなくてですね、はい、飾り用の矢でですね、行くと、ピューって音が鳴る穴が開いてる矢があるんですね。それをですね、持ってですね、源氏のメンツにかけて、ピューここでお分かりの通りですね、この平安時代の戦というのはかなり様式美に凝ってます。はい。ここに何々がおるぞとかって言ってですね、名乗りながら戦うというやり方なんですよ。 これは戦国時代の戦い方と全く違います。これは非常に原始的に、あの、先行を立てるか立てないかっていうことをすごい重んじてるので、いやあやあ我こそは源氏の義経であるとか、いやあやあ我こそは誰々の誰々であるとか言って名乗りながら戦ったり、途中でですね、こういう儀式を行ったりするっていうのも平安の戦なんですね。戦国になるともうそんなの関係ねえです。 そんなの関係ないでやりまくってやれっていうやつですねそれが変わってるのでな,なのでもうこういうこともあるねここで外したら源氏軍の士気が下がる、ね、そんな悠長なこと言ってる場合って俺は読んでて思うんだけどそれもう必死だね成しなすなすねよしいてみようみたいなでスパンヒューで見事スパン居落とせましたイエーイなってその通りの勢いのままこの屋島を落としますわわ 余裕でしょう。ね。吉爪さん落としました。ね。そしてついに決戦、壇の浦。ね。逃げも逃げたり平家の軍団。ね。四国からその後、ね。山口県の方まで行くんですね。山口県と九州のもう、は境にあるその、壇の浦まで逃げたところで、もう水上戦ですよ。パー、船がね。船出して。ね。屋島もうまくいったし、あとはもう、ここだけだね。 壇の裏で決着つけちゃおっか義経様それが良いかとおっあれは何だいうわけですねそしたら向こうからですねぶわ白いねな何か水生き物わあいるんですねするとですねこう義経のふ船にですね沿うようにですねシャパンシャパンシャパン,ャバーンイルカだイルカじゃないか初めて見たぞあれはイルカだスパーンスパーン吉兆だ吉兆だ我々の船と そう,いうようにしてイルカが我々をいざなってくれてるスパンッとイルカ出てくるんですよ。平家物語、平安時代イルカの群れ出てくる、ね、トレンディーな,なんか分かんないけどシュパンシュパンシュパンそして源氏君がねざわつくんですねあれは何だあれはって陰陽師を呼べとか言ってね陰陽師があれはイルカでございますあれはどう,うどういうサインなんだねあのその占いをするのもその陰陽師が常にいたんですね戦さんにねあの あのイルカが我々の船を恐れをなして引き返せば吉兆そのまま我々の船を通り過ぎるようであれば侮られているということで強調でございます。はい。どうなるんだ胸盛りですね。大将胸盛りど、どうなるんだ スパン、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 引き返せ、引き返せ、引き返せ、引き返せよスパン、スパン、スパン通り過ぎてるやーんで、源氏が来るんですね。わー義経が来たぞで、スパン、スパン、スパンまたスパン、スパンやってるスパン、スパンやってるで、義経がスパン、スパンやりながらですね、その敵を引っ取らずにグイッつね。俺が義経だ。プシュッと、くうくうすかってね、おい。 天皇はどこにいるんだ安徳天皇はどこにいるんだここですね。安徳天皇と三種の神器を持って逃げていることは分かった。それを取り返すのが今回のミッションなわけですよ。 おい、安徳天皇はどこにいるんだあの豪華、一番豪華な船か。はははーい違いますあの豪華な船は罠ですあの豪華な船の中には何もありませんあっちの、あっちのすごい目立たない船の子に安徳天皇います。ありがとうな。パー <laughs> あっちの目立たない船だけ狙い。行くぞちょって、ばーい行くんですね。吉 <laughs> 瀬、吉瀬が近づいてきてますってねで。一方その頃安徳天皇のね、あの船ではですね、 もう安徳、大丈夫大丈夫だよ、安徳天皇」とか言ってね、その,あの徳子とですね、その徳子のお母さんですね、あ、え、ま、ー、になってるですね、おばあちゃんがですね、えー、大丈夫かいとか言って、ですね <laughs> だど,どうなってるんだいどうなってるんだいって言われたら、ですね、その兵士がですねぱっと見て、ですね <laughs> もう少しで <laughs> 東国武士の顔が見れます。 ダメじゃないかい、東国武士の顔が見れます。ごめんなさいね。いいのよ徳子。いい。もうね、安徳安徳天皇ねど、どうしたのばあちゃん。ね、これからあのおばあちゃんあの極楽浄土を見せに行ってあげるからね。どういうこと？海の下にもね、極楽浄土があるんだよ。行ってよ行ってみよう。 え何、うん分かった?」と言って「お母さん私も行くから」と言ってです、ね、で全員で「ですねえい!」とかってバーン水に身を投げるんですね「義経が来るぞ義経が来るぞダバーンダバーン」でその徳子もですね三種の神器を握りしめてダバーンボコ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 ,ボコ,ボコ,ボコスパーン義経が「あっんだおいどこ行ったあ海だ海です海ですなんということ三種の神器もが 三種の人もです。引き上げろなんとですね引き上げろ熊手の使え。でかい熊手を持ってこい引き上げるんだ言ってですねうわ捜索に出るんですね引き上げろもう兵士のやつらもですねもう全員ぐわーやれてるんですね兵士で一番強かったやつらもですね <laughs> よし、常があいつかもう無理だあんなに強いんだったら無理だおい二番目三番目に強いやつ俺にかかってこい俺は兵士の、今の兵士で一番強いやつだぞってね そいつのところに飛びかかってきてね、よし、ありがとうな、つってね、お前らと一緒に地獄行ってやるよ、つって、船に行ったりですね、全員が水に身を投げるんですね <laughs> わー。わあわあこれで戦も終わりだ。ね。そこで安徳天皇受水。そこで兵士がついに生き耐えるということでございます。さあ、その後にどうなったのか、ここですよね。まあ、この流星を清めた平の清盛。ね。 これがあっという間にその流星をね、失い、そしてその後を取った、ね、基礎義仲もあっという間に取られてしまいました。ねえ、祇園少女の金の声ですね。少女必滅、ねえ、少必衰の断り。その後どうなったか。ね実はですね、この義経、ね皆さんもご存知の通り、 武勲を上げすぎて睨まれてしまうんですね。義経が、調子乗りすぎてるな。頼朝が言い出すわけですね。あいつ俺に謀反の気があるだろう。いや、あるはずだ。最近のあいつの行動はおかしい。壇の裏でも取った。その前も取った。まるで自分が兵士を打ち倒したかのような、その振る舞い許さんぞ。いいか。源氏軍のリーダーはあくまでこの頼朝だ。 義経ツネ撃て、義経ツネ撃て出ちゃうんですね。義経はどうしてなんだよ。いや、どうしてなんだよ。どうしてなんだよって言いながらですね、逃げるんですね。でも全軍がですね、義経を追い。ね、そこからかくまってもらおう、かくまってもらおうとしながらなかなかかくまってもらえず、最終的には欧州、岩手ですね、欧州藤原氏のところまで逃げるんですね。しかしそこにも追っての、ねえ、迫ってるねえ、わけですよね。そしてそこの、 ね欧州のね、藤原、清平元平、秀平康平ね。ねその最後の四代康平がいるんですよ。ね秀平、上の親父の遺言で、義経は絶対に守ってやれ。そう言っていたんですね。義経は守れよと。ね縁があるから義経を守れよって言ってた。その康平はですね、しかし頼朝の脅しに屈しちゃうんですね。頼朝が、絶対に殺すからな。いいか、裏切るなよ。源氏を。 その霊が下るんですねブルブル震えてですね <laughs> 吉常さんなんてね入れてくれますかとか言ってね入れますって言ってですねガシャン追手がいるんですねブワーッどういうことだ <laughs> <laughs> 頼朝さん怖いんでって言ってですねブワ <laughs> ーッみんなに取り囲まれるんですね <laughs> 頼朝な兄貴そりゃないよね でもまだいける言ってですねバーみんなみんな戦うんですねで弁慶がねそれを守るんですねうわ弁慶が「義経だろう義経だろう」言ってですねこう弁,慶を守弁慶が義経を守る形で刺されて立って死ぬから弁慶の立ち往生しかしやはりそこで義経といえど囲まれに囲まれ多勢に無勢で首を取られてしまうあの義経さえも首を取られましたそして ねえ徳子徳子だけが引き上げられるんですねザバーンつってねザバーン引き上げられて「これは中宮ですぞ」と高倉天皇の中宮今の安徳天皇の母親ですぞーなんてうわ建徳院だうわー引き上げられてその後出家するんですね今はもうただ我が子のことが悔やまれてならない祈って祈って。 そして極楽へ。ということで、諸行無常完成と。あらゆるヒーローが、その後、悲しい目に遭い、海に消えていく。あるものは極楽へ。そしてあるものは地獄へ。それが平家物語でございました。さあ、いかがでしたかねえ。面白かったじゃないでしょうか。ねえ。この非常に僕面白いなと思うのが、 これ主人公が誰なのかっていうのがよくわかんないってことですよね。清盛かって思いきや、ここで死ぬんですよね。で、吉仲なの頼朝なのって思ったら、それを覆すヒーローが出てくるんですよね。ただ、その吉常っていうヒーローすらも、最後はこの頼朝によって撃たれてしまう。そうなんですよ。この物語の味わい深さっていうのは、一つの完全懲悪ではなくて、 あくまでも徹底して諸行無常を訴えてることなんです。これを読んだ時に、あ、どこにも主人公はいなかったんじゃないか。ある一瞬を切り取ったらその人は映画の極みにいるかもしれない。ある一瞬を切り取ったらその人はストーリーのヒーローなのかもしれない。それは基礎の吉中だってそうですよね。朝日将軍になった仲間と一緒に朝日将軍になった。その時はヒーローだった。源頼朝、担がれて挙兵しました。 俺たちが行方言の乱、平治の乱、清盛この時はヒーローだったんです誰しもがこの時はヒーローだったしかしそれはあくまでも一瞬のお話それを教えてくれる永遠の物語平家物語でしたではまたウェブコミュニティプログレ 人は何者にでもなれるいつからでも次はあなただ